スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサとケイコの音楽日和。いや5月も、ね、そうですね、13日から配信ということで、はい、11回目です。そうですね、11回目、はい、来月が12回目で、はい、いよいよ1年ということで、1年ということでなりますけれども、ね、ゴールデンウィークどうでした、ね、ケイちゃんどうでした。ね、私別特にねこれといったイベントもなく、うん、あのやることをやり、 お部屋に閉じこもってピアノ弾き三昧だったんじゃない。そうだってボズが大塚音楽祭もありますしね。そうだよね、そうだよね、そうなんですよ、うん、いろいろね、はい、やんなきゃいけないこともあるしね、はい、忙しかったと思います。天気はまあまあかな、はい、どうなんでしょう ね, ね、その辺はちょっと天気任せということで、天気任せということで、も早速 ね, そうですね、またはい、始めたいと思います、思いますね。5月13日配信で、はい、なんかありましたっけ。特に5月13日配信で特にその辺になんかないよね。あ、そうそう、13日そうです ね今日はその日はあれですね、病院のコンサートがある。あ、そうですね、はい、大塚、都立大塚病院で、はい、あれは地下だっけ、1階、地下1階の吹き抜けですね。で、ピアノをね、はい、置いて、もう多分配信されてる時が終わってるかもしれない。あ、かな、そうかな。でももし聞いていただいた方は、まあで、はい、ホームページとかね、はい、ブログの方にも、はい、写真がね、はい、アップできればいいなと思いますんでね、はい、ぜひ、その辺はやりたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、始めます。はい、発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。それでは、それでは今月のゲストをゲストコーナーお迎えしたいと思います。はい、お迎えしたいと思います。音楽コミュニティミュージックポータージャパンの代表をされておりますジョージ・アソーさんです。おはようございます。おはようございます。ミュージックポートジャパンです。ポートですね、はい、すいません失礼しました。残念、ポータブルに近いかもしれないですけど、はい、まあそんな感じですね。ですね、はい、私はですね、麻生さんと初めてお会いしたのが、はい、もう何年前、6年ぐらい前ですね。そうですね、音楽祭の時ですね、大塚音楽祭で、はいはい、お手伝いをしていただいて、はい、その時に初めてお会いしまして、はい、実はその MPJ とね、はい、よく通称 MPJ です、訳されてますけれども、はいはい、そちらの代表であられるということは知ってるんですけれども、はい、一体どんな実際にね、何をしてるっていうか、ね、よくね、話を聞いてもすごい、ね、そうなんですよ、お聞きしたことがない、ね、はい、そうなんですよね、今日はね、ことをされてるだけですが、はい、ちょっと今日は実はね、こんなにすごい人なんだよというのをね、はい、もう単の親父ですので、ラジオ、はい、聞きの皆さんに知っていただいて、はい、ありがとうございます。また音楽とかにね興味を持っていただきたいなと思うので、はいはい、いろんなお話を聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあですね、はい、まずは自己紹介をちょっとしていただいて、はいはい、で実際にMPJ という、はい、ところで何をされているのかというのをちょっと簡単に、すごく分かりやすくお願いいたします。難しいんですけどね。そうそうそう、よろしくお願いします。僕タイトルがいろいろありまして、はい、その音楽コミュニティミュージックポージャパンの、主催しているのと、はい、だからミュージックコーディネーターって名前を持ってるんですけど、はい、いろんなものをコーディネート、はい、コーディネートやってるんですけども、やったりとかですね。あと、グレートハンティング、もともと EMI 東芝 EMI です、うん、はい、グレートハンティング、これは有名ですよね。新ジャックセクションがあって、はい、そこ今手伝ってて、はい、で新ジャックス業務提携でやってて、こういいアーティストあればこう紹介したりしてて、もともとそこ経営してうちのメンバーがデビューしたのもあるんですけど、はい、今でもいいアーティストいればこうつばつけてつばつけて行くんですけど、なかなか
ね、それは難しいんですけども、そこはウルフルズとか、はい、騎士団とか、ええ、たくさんアーティストを発掘しているところで、はい、チーフの鴨さんという方が非常に有名な方ですので、はい、まあ、割と仲良くさせていただいて、はい、それも手伝ってますし、あと本業はもともと英会話の講師だったんですよ。そうですよね、なんか前に英語がねペラペラだとね、そこが不思議なとこで、そうですよね、もうね、ちょっと元々英会学校、元々まあいろいろあるんですけど、英会学校で働いてたり、英会学校で町田で店長やってたりとか、その後尚美学園っていう音楽の専門学校、はいはい、そこでなんか雇われて、就職課と全員の英語の課と英語と、それからあとイベントクラスとか担任でやってたんですよね。あ、その前は、貿易会社に行ったんでよくわかんない。じゃあアメリカにもお住まいだったんですか。いや、もともとこう、僕実はお母さんが香港の人で、はい、本当はダニエル・チャン・アソーっていう名前なんですよ。ハーフなんですか。そのは冗談なんですけど、あ、なんだ、またまた、もうまた100人中言うと100人ね、信用さんですけどね。いやいや、信用しちゃいますよね。いや、たまたまそういう人間と会って交換しただけなんですけど、名前を。そうですね、大学の時に僕全然英語できなかったんですけど、僕の友達で英語のすごいマニアがいて、はい、で彼のおばさんがアメリカにいるんで一緒に行こうって言われたんですよ、はい、そして1ヶ月泊まれるってことで、はい、それから飯田橋にあった教会で本当にハワイユーからコツコツやってるうちに英会話にハマっちゃいまして、はい、アメリカもこうバスで一周したりとか、はい、ヨーロッパもバックパックでこううろついたりとかずっとやってたり、なんかなんとなく喋れるようになってきた感じですね。でそれが続いて、仕事辞めてバンドで食おうと思って、うん、バンドをやりながら英会話教えてるうちにこう、ね、変形が英会話になっちゃった。今いい話聞きましたよね、うん、大学出て、うん、はい、大学の頃から英会話を始めたという、うん、そうです ね別に小さい頃から始めなくてもそうできるという、できるという、うん、素晴らしいですね。だから大学でハワイユーって言われてファインしか答えられなかったんですよ、はい、そっから始まってんです。だから僕だったらファインも言えないかな。いやいやいやでもだから僕小学校1年生から上は70歳ぐらいまで教えてましたし、今でも何人か教えてますけど、最近こう芸人っぽい人が多くて、パントマイマーとか、あとメジャーデビューした歌手とかカメラマンとか、あと作曲家とか、そういうの今何人か教えてますけど。じゃあ音楽関係の方にまあ世界に羽ばたいてほしいということで、まあ英語も兼ねて何人かコーディネートをされてるんですか。いや、なんとなく教えてくださいっていうことで、で何人もいるんですけども、僕もなんか海外営業の人とかも教えたことあるんで、なんか頼まれたらやってる感じですねみたいなね。でどこまで行ったか分からなくなったんですけど、まあ、英語から音楽の道に、ね、はい、結構ね、麻生さんの、まあ、ホームページとかなんかいろいろ見てみますと、はい、アイドルさんをねこう発掘したりとか、そういうこともねよく、多分自分がお好きなんじゃないかな。発掘じゃないんですけど、やっぱり今ね音楽業界で売れるのアイドルしかないんですよ、はい。あ、そうなの。アイドルというのはやっぱりAKB、 いや、あれへんはもうトップですから、うん、それの、ね、下の方なんですよ。ちょっとこう地下アイドルみたいなとかで、そうそうそう。でもそれは物販が売れるんですよ。あ、だ実を言うと僕一個関わってるのが、まず名古屋で寿司ドルって言うんですけど、アイドル教室、はい、寿司ドル寿司屋でアイドルやってて、へー、うちのメンバーやってるんですけど、アイドル教室でやってて、それでも毎回百何十人お客さん来るんで。お寿司屋さんでライブされるんですか。ビルに5階建てのビルにライブハウス作っちゃって、はい、その中でライブやってるんですけど、すごいですね。すごいですね。でも最近東京来たし、来月ワンマンコンサートとかやりますし、でもオリコン7位まで行きました、1回。あ、すごい。それちょっと手伝ってたのと、はい、あと大和市に骨董市行ったんですよ、毎月骨董の、うん、聞いたことあります、ね、はいはいはい、でそこで、まあ、元うちのメンバーが骨董アイドルって始めてちょっと手伝っててでみんな高校生とか、あと名古屋のパチンコアイドルでピエロコってあって、それもなんか頼まれてうちから曲提供して、あと旬な話題では大塚の、はい、ですね、なんだっけな、一個ね変な蕎麦屋ができたんですよ、はい、そこの蕎麦屋の店長の友達が僕の友達の、はい、モデル事務所のマネージャーで、そのモデル事務所のマネージャーがそこの蕎麦屋をなんだ、たち、なんていうの、応援するためにそばドールって始めたんですよ。そばドールで、それ僕面接とかやっててで、ついに昨日大塚のディーパで初ライブやったんですよ。あ、それですか、昨日。そうそうそう、で僕ずっと手伝って、はい、そうで、そばドールって、まあ、
まあ、一応なんか月見隊の担当とかいろいろいるんですけど、その子たち4人でライブやってティーパーでやって、であの大塚の今歌作ってやってるんですよ、はいはい、それでなんかそれこそ都電の歌とか始めて、なんか大塚で北口で頑張ろうっていうのを、はいはいはい、それちょっと 手伝っててつい形になって、それが昨日たくさん載ってましたよね、はい、載ってました、はい、それがそば通りで、今度うどん粉ってもできるらしいんですけど、ね、あもううどんもそばラーメンもできそうですけどね、全部すごいすごいですねでもそれメインじゃないはいはいはい、はい、そのうちじゃあ味噌もなんかやってもらおうかな。あ、味噌、味噌やります。味噌もね。味噌鶏やりますとしたら、ね、いいですよ。いいですよね。全然やりますよしたら、本当に。なんのこっちゃ、面白い。なんのこっちゃ。え、ね、プロデューサーじゃなく手伝うっていうのは、こうだから例えば曲作る人探したり、詞作る人探したりとか、アレンジャーを手配したいとか。なるほどなるほど。あとそば道路はね、初っ端からなんか毎回連れてこられて面接させられて、どうですかみたいな。あ、そのアイドル、うん、実際のメンバー、そうそう、候補アイドルなんかたくさん来てて、はい、面接したりとかやってて、で結局うちの事務所でね、振り付けなんか練習したりとかよくやってましたけど、ただそっちはまああくまでもパート部なんて一つのとこなんで、はいはい、あのそうするとね、例えばこうミュージシャンですとか、はい、例えばその楽曲を作ってね、はいはい、提供する作詞作曲家ですとか、はいはいはい、まあそういう人たちをこう、まあ、まとめてる感じですよね、つなぎ合わせる、そう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 、重要な役割をねされてるっていうことですよね。あのもともとアメリカにそういうソングライター、作詞作曲家 NPO がたくさんあるんですよ、はい、各州に1個ぐらいあって、ええ、そのうちの一つのメンバーになった、あそこの初めて行った時にそこのなんて曲のオーディションがあって、はい、全然分かんなくて、でそれで優勝しちゃったんですよ。そっから始まってて、でアメリカではこんな僕が歌っていうような曲でも優勝させてくれるんだっていうのが分かったんで、はい、向こうと同じような要するにプロになりたいシンガーとアーティスト と、はい、なんだろう、音楽業界を結びつけるこうのを始めたんですよ。だからイベントセミナーをやったりとか、あと実を言うと最近あのコンペっていうのが多くて、はい、よくね、はい、私も聞きます、あのコンペ、なんかこうね、こういう楽曲を提供してくれという要望にお答えするのにあれですよね。コンペってありましたが、曲とか詞とかあって、はい、時々 CM シンガーとか来るんですけど、うん、それを実はうちの音楽組ってメンバー制なんで、とりあえずこう会員にならなきゃいけないんですよ、はい、で普通そういうコンペっていうのはプロの作詞作曲家か、はい、プロの事務所かしか行かないんですが、はい、僕ちょっといろんなツテがあって、はい、すんごい行くんですよ、年間200本ぐらい、はい、だから実はこの仕事をしながら夜遅くこうそういうのやってたりとか、はい、1時2時ぐらいまで働いたりしてて、で曲をまとめて、で提出して、でまた引っかかるといろいろ直しがあったりとか、連絡したりとか、実はそっちの仕事で結構採用が多いんですよ。なるほど。そうです。だからマサさんのね、新曲2曲目の方もうちコンペでやったんで、はい、で探してたりとか、だから一応メンバーも一応北海道から九州まで全国にいて、で下が20歳か上が70歳ぐらいまで方いて、で70歳ぐらいの方打ち込みで演歌作ってますよ。すごいですねそれ。それはやっぱりそのメンバーっていうのは実際アーティストもいれば、作曲作曲クラシックジャズも全部います、オペラ歌手もいますね。あ、すごいですね、オペラ歌手もありますし、なんかその辺はわけわかんないですよね。なんかどんどんつながっていっちゃって、フォークシンガーも最近だから60歳のシンガーソングライター何人か入ってきてますね。うん、かっこいいです。なんかあれですね、私が例えばその元の好きなクラシックがあって、これをまあなんかこういう風な形の曲にしたいっていう時に麻生さんにお願いしたら、いろんな方のつながりがあるからできる、実現できるということですね。だから一人元うちのメンバーでクラシックオペラの歌して、大前なんですけど、彼女はうちでいろいろ知り合って、オペラとクラブミュージック融合して CD 出してすんごい売れたんですよ。あ、彼女は頑張ってる人、最近ロサンゼルスからデビューしました。あ、海外向けで素晴らしい。そういうのをやっぱりこう、なんだろう、サポートされてるというか、そういう感じですよね。僕も単純にこう出会い系なんで。あ、出会い系でもね、こういう、ね、方がいらっしゃるからこそ、成り立ってるね、そういう音楽業界っていうのがあるというところがやっぱり面白いですよね。だってもう、そうですよ、音大卒業なんで、音大のその中でしか分からないんで、例えばね、そうですね、だからうち東京音大の卒業生すごい非常に多いですね。あー、そうなんですね。専属の子もいるし、どうしてもね、
どこへどういうふうにこう打って出ていいかわからないですよね。であとそういうアレンジャーってすごい大切ですよね。そのやっぱつながりじゃなく、あこういうのだったらこういうの得意な人とか、うんうん、そういうのをこう、うんうん聞けばこうそういうのもつなげてもらえるという。そうでなんかだから、まあ、本当にいろんなジャンルがいますし、あと例えばアメリカ人イギリス人、あとオランダ人2人が会員でいるんですよね。うんアメリカ人イギリス人はもう全然バイリンガルだし、オランダ人はなんかコスプレが好きな子たちが一応会員になってくれてて今帰っちゃいましたけど、またそれもやっぱりメンバーから紹介でだんだん広がっていってっていうことですか。なんかねなんかの類で引っ張ってきてたんですよ。だからなんかそれ彼らでも彼らで頑張ってるし、だからそうですねカオスですね一種のね。なんかでも僕が昔からこう学校で働いてたせいもあって、人集めてなんかの大好きなんですよ。そうじゃないとねこういう仕事できないですものね。ちなみにうちの中で2組結婚してます。あそういうのも縁結びも。そう作曲家と作詞家が結婚してるんです大体。それすごいですね。うん、で2人で曲作ったりしてますね。でねよく会社の方でね、はい、なんかこうワークショップみたいなのをね、はい、よくされてるんですけど、まあ、一度ね私もねどっかにこうあぜひ、潜入してちょっと見学したいなと思ってるんで、ぜひ今度伺わせていただきたいと思います。そうですね、またワークショップやりますんで。楽しそうなんですよね。そうですね、最近チャン・グンソクのアルバムに歌詞書いた女の子いて、でも彼女はそんなにまだ間もない歌詞作詞家なんですけど、教えるのはプロなんですよ。で知り合った時あ絶対いいと思って引っ張ってきて、はい、さあこう地方からも来ますね。だから習いに来たりとか、でついこの間シャルリーダンスの音楽監督うちで映像の音楽講座やってて、はい、20人ぐらいなんか大騒ぎで満員でやってました。そういうのもやってました。だから音楽といっても映像もやってますし、映画もやってるし、実際英語の仕事を取ってきたことあるんでやってますし、そうですねいろいろやってますね。なるほどね、はい、ワークショップはぜひとにかくね、何でもやってるんで。普通にお花見とかもねありましたし、なんか井の頭なんかありましたよね。お花見やってますね。夏はバーベキューやってね。あいいですね。本当にね楽しそうですよね。で11月は創立パーティー兼ハロウィンコスプレやってますね。いつもねちょっと私もねあの辺ちょっと日程がそうですなかなか合わなくて一度もお邪魔できてないんですけど、はい、今年は一回なんとか。面白いです。大騒ぎになってるんですね。どういう、ね、コスプレパーティーにちょっとね、お仕事か分かりましたしね。したいと思うんですけどね。全然なくてです。もう本当に誰でもウェルカムなんで、ねはい、まあ、今までいろいろこうやられてきたことをですね、はいはい、今後どういう形でこう、そうですね、もっともっと伸ばしていこうかなというところすごく言われて、はい、やっぱり考えるとね、どんどん音楽業界が変わってきてて、もはや CD 売れないですし、配信ですし、それからもうみんなネットになっちゃったじゃないですか。本当ですよね。みんな SNS でやってます。それがまた進化されて、だからそれはちょっとついていけないですね、僕なんかは。はっきり言って、あまりにも進みすぎてて。そうですね、僕らの時代だとどうしてもこう CD ってことで、CD が売れないと、そうですよね、とにかく何ともならないという世界でしたのでね。でもだからまあ配信とか、あと自分で稼ぐ人多いですね。 YouTube で、YouTube 乗っけて再生回数である程度いくとお金返ってくるんですよ。ああそうなんですね。それ多分ね、なんか1000万ぐらい入る人いるみたいですよ。そうですか、いるみたいですし、だからそれはちょっとついていけないところなんで、ちょっと若いメンバーに助けてもらって、ちょっとやっていきたい、はい、映像もやっていきたいですし、もっと会員増やして、でこう全国でワークショップとか、僕北海道でライブやったりとか、はい、名古屋でオーディションやったことあるんですけど、もっとこう全国行きたいことと、あとやっぱ外国人を増やしたいですね。面白いんですよ、やっぱり。うちよく出るアフリカ人のラップバンドがあって、あ楽しそうですね。なんかノリが違うじゃない。ノリがね、違う、ノリが。もうね、もう体からのこのリズム感っていうか、そういうのが違うんですよ。あ、そう、安藤さんね、英語喋れるから、そういう、なんて言うんだろう、こう、アレルギーとかもないんでしょうね。アレルギー。ちょっと見つけました。それね、味噌汁ファミリーって言うんですよ。はい、英語と日本語で味噌汁の歌を歌ってるんですよ。あすごい、それが味噌汁おいしい、わかめ好きみたいな。あそれ面白いですね。ものすごく面白い。聞いてみたいですね。いや大好きなんですよ。で なんとか しようかなみたいな話になってて、コラボできます。面白いですね。コラボ、あらもう一つアイデアが本当です、ね、すごい全員日本で働いてるんで、はい、日本語もまあそこそこできますけど、
ですね。だから僕としてはやっぱりもっとメンバー増やして、うん、もうちょっとこう全国やったりとか、はい、やっぱり基本はね、あのメンバーの方たちがあのメインなんです、まあ、その人たちの曲をもっと売れたりとか、あとはうちを通してあの人生楽しんでもらえればいいっていうのが根本にあるんで、いいですね。それ、うん、まさにライフワーク、ライフワークですね。いいですよね。それあとはもう、まあ、年齢が年が年なんで、もっと若い連中にこうどんどんやってもらいたいとか、その辺は希望ですね。でもね、はいはい、いやもう ねお話を聞いてるとね、もう楽しそうですね。そう、楽しいし、時間が ね、でいくらあっても足りない、足りないんですよ。この喋りすぎて、この続きはまたお酒でも飲みながらゆっくりとっていう感じがするんですよね。ね、まあ本当に今日はね、限られた時間でいろいろとお聞きしちゃって、本当に申し訳なかったです。ちなみに1枚演歌作詞講座もやってました。本当ですか。あのうちのトップの人、あ、一番見てくれた方が北島三郎のプロデューサーだったんですよ。あ、仲良くて来てくれてて、で北島さんの歌詞募集 したことありました、はい、すごいですね。そうなんですね、うん、もう引退しちゃったんですけど、演歌関係たくさん知り合いもいるので、なんかいろいろともうね、こう資料を見させていただくと、スマップとかね、もうももクロもですし、ね、そう、稲垣潤一とかね、そう知ってる人ばっかりと、ちょっとなんかこう、まあ、お仕事、うん、そうですね、ももクロとか、まあ、はね、あのちょっとまた卒業生の子たちなんで、いたりとか、直接は全然やってないんですけどね。でもなんか皆さん育ってますね、だからね。ああ、うん、ね、あの何回か前にゲストで来てくれたあの東京キャンディーズのね、はい、楽曲なんかも、あ、そうですね、はい、そうですね、やっていただいた部分もありますよね。プロの、そうですね、田村っての書いてますね、はい、彼はでも売れっ子で今 SKE とかすごいですよね、田村さんね、うん、NAB とかあれに書いてますね、今ね。まあなんか掘り起こせばいくらでもまた出てくると思うんですけど、はい、そうですね、キリがないぐらい今までのね、携わった方がいっぱいいらっしゃる。麻生さんにね、演歌界にもちょっとこうメスを入れていただいてあ、そうです ね本当にあのー、あ、まと、まあ、楽しいね、曲ができたらいいなと思いますよね。あの森進一関係仲いいんで、全然、はい、ぜひぜひ、そうです、ね、頑張っていただきたいと思いますね。これを機に何かしらのご縁が、はい、ね、はい、つながればと思ってます。はいはい、最後にですか ね、いつものいつも の、 あの、はい、私あの音楽日和という本の中で、はい、まあ、音楽の音をですね、はい、ちょっとそう、あの幸せの麻生さんにとって幸せの音というのは何でしょうかという質問を最後に。恵子さんだったんですね。はい、そうなんです。麻生さんすごいなと思ってたんですけど私にはそんなの、もうあれはございませんので、その、まあ、音楽の元の音ですね。その音をこうちょっと、ね、僕も書いておいたんですけど、あの 音って音楽じゃなくて笑い声が好きなんですよ。あ、はい、そういうのね、まあ、ね、そうまさにそういうことなんです。あの人の声だったりとか、あの、全然もうね、あの千切りの音とかでも何でもいいんですけど、例えばこうイベントの後の打ち上げで笑ってる音とか、はい、みんなで仲いい連中でワイワイバカ言って騒いでる音とか、はい、あと僕のギャグで笑ってくれたこととか、はい、それがすごい、それがなんか生きがいかもしれないですね。あ、じゃあ笑い声が聞こえるから、そういう大変な仕事じゃないですか、そう夜中までとか、こう結構時間帯がね、まあ、それはちょっと ね、あの不規則なお仕事で、ですけど、その中で笑い声が聞こえるとまた次に頑張れるみたいな感じですか。そうですね、うん、一番ギャグ受けたら嬉しいですね、ギャグ、ね、でも本当にダジャレが受けたらいいみたいな。麻生さんもね、はい、やっぱりそういう大変なお仕事されてね、はい、いいえ、でも全然全然、若干お体悪くされた時とかもありましたけれども、だから体調管理も、ね、気をつけながら、ね、そうですね、でもそれ本当に皆さん笑い声のあふれる、そうですね、町大塚にね、麻生さんにしていただきたいなと思うので、はい、そんな一緒に皆さんで、はい、まあ今後ともね、一つよろしくお願いしたいと思います。すみません、なんか止めでもなくてすいませんね。いえいえいえ、はい、ね、当然ご自身でもね、はい、曲をね、はい、作ったり、はい、歌ったりとかもね、はい、されてると思うんですけど、はい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 、今日はですね、せっかくですので、はい、一曲、はい、お届けさせていただきたいと思うんですけど、ね、それはどういう曲か簡単にご説明を。27歳でプータルやりながらバンドやってる時に、はい、なんか結婚しそうになってしまいまして、はい、その彼女のために作った歌で、はい、作って録音した日に最後に会って別れた歌です。またあれですね、ちょっとあの衝撃的な曲ですね。簡単って、でもすごいすごい、あの時間の流れが、そう、でもそれがすごいあちこちで受けてまして、はい、アメリカでもそれでちょっと一応
曲のオーディションで一応優勝したんで、はい、優勝曲なんですね。それを十何年、二十年ぐらいかけて、はい、もうまた全然違うアレンジで録音したんですけど、うん、もう声が出なくてキーが、ね、半ぐらい下がっちゃったんで、うん、まあ、それでもまあなんだろう、まあ、一応こう、まあ、聴かせられる曲っていう形でやってますんで、はい、タイトルがこうそのままズバリ She Change My Life って言うんですけど、 She Change My Life、 彼女が僕の人生、あ、 She Change My Life、 はいはい、はい、そうですね、アメリカで間違えて He とか言われて違うんじゃろうみたいな彼女の She ですね、 She 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 Change My Life、 男じゃないだろうみたいなねなるほどね、ちょっとまあそれで、まあ、今のバージョンですけど、はい、ちょっと声が、はい、すごいんですけど、じゃあ、すみません、じゃあ、せっかくですので、はい、皆さんにお聞きしていただきたいと思います。では曲紹介をお願いします。じゃあ、僕が作って、歌ってますですね。アレンジだけちょっと違うんですけど、作詞はもう一人ジョン・プレーガンスっていう二人で作って、僕が歌ってます。 She Changed My Life です。よろしくお願いします。聴いてください。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにも。アート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。
いや今日も ね今日もいい楽しいゲスト、楽しいゲストで麻生さんね、はい、ジョージ麻生ですよね。はい、もう何者か分かりました。本当ですね。ね、この放送がね、はい、配信される頃にね、あのまた大塚音楽祭絡みで、はい、がいろいろと、ね、入ってきますね。ライブクルーズの方のね、はい、各お店の方でね、いろんなイベントをやられる。そうなんですよ、いろいろ大塚のライブハウスだといろいろあって、 その1日、はい、あのまあ、チケットを買ったらどこでも皆、うん、見れるっていう時間にこうズレがあるんですよ ね、それはですね、あの OMA というね、はい、入れていただいて検索すると、はい、あの大塚音楽祭の、はい、そっちのライブパスポートの方の、はい、ホームページがありますので、はい、そこで、はい、私もちょっと ね、その一環で、はい、でそこのホームページのトップに、あのあのというね、はい、お店の名前のところをクリックしていただくと、はい、今回のケイちゃんのね、また、はい、伊豆谷ケイコの世界というライブを13時からと15時からありますので、はいはい、あのあのあのですね、とこの、はい、この会場で、そうですね、皆さん、はい、あのあのでね、伊豆谷ケイコの世界が見てみたい方はぜひいらしてください。ぜひいらしてください。5月23日土曜日、はい、13時と15時の2回、はい、ありますので、チケットは、またリンクをさせていただいて、はい、トゥギャザー、そうですね、トゥギャザーミュージック、もしくはあのあの で、お買い求めいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、はい、それとですね、私たちがやってる方の、大塚音楽祭、ホールイベントチームの方の、はい、ですが告知ですけれども、6月の13日の土曜日、はい、まあ、夕方多分6時ぐらいからだと思うんですけれども、はい、南大塚ホールの方で、はい、また、いろいろな音楽を使ってイベントをしたいと思いますので、はい、そちらの方にも、皆さんまた詳しくホームページなどができたら、これは入場無料になります、はい、イベントの詳細がまた決まりましたら、ホームページですとか、ブログ、それからフェイスブックの方でアップさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願い。そしてまたちょっと6月の、はい、ね、6月の配信を待ってるとちょっとね、はい、ちょっとギリギリなので、いつものようにちょっと、はい、稽古クラ クラブね、はい、6月の17日水曜 水曜日ですね、19時半から、はい、あのあので、はい、はい、またいつものように。今度の企画はもうあれですか、決まってますか、テーマですか。いやー、ちょっと考えてるんですよ。なるほどね、ちょっとね、面白いものと思って、ね、テーマが決まりましたらまた、はい、フェイスブックの方のね、はい、イベントページとか、それから、ね、あとブログとかにちょっと、ね、音楽日和の方の、はい、フェイスブックページの方にもまたお知らせで上げさせていただきますので、はい、ちょっと あの早急に考えて、はい、テーマを告知させていただきます。よろしくお願いします、はい、ではまさとけいこの音楽日和、ありがとうございました。ました、また来月ですね、はい、来月6月にお会いしましょう。お会いしましょう。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目千葉ゼミ所属の方です。スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内での、ビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワーク、スモールさん。